はい、カバシ TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はですね、国先にお邪魔してちょっと振り返りをしようかなと思って撮影してます。はい、まあ私個人の感想なんですけど、まあ、市長をはじめですね、財前課長、あといろんな方々にお話しさせていただいて、国東市の方本当元気で明るくて、まあ私たちはなんか逆にパワーをもらったというか、まあ日々の作業結構きつかったんで、なんかリセットされたような気がしてですね。そうですね。はい、とても良かったですね。はい。はい。なんかね、すごく笑顔があるんですよね、国東の人って。いいなぁと思って、私ね、この笑顔っていうのは非常に大事だと思ってて、やっぱ笑顔になるっていうことはやっぱそれなりの幸せがないと笑顔になれないと思うんで、いいなぁと思って、まあ花がいろいろ喋りよけんのどうしたん花かけてもらいたいな、ごめんな行政と市民としっかりつながってるっていう気がしました。そうですね、はい、お互い一方通行じゃなくて、やっぱり市民は市民で自分たちができることは何するっていう、まあ分からんすよ、それは分からんすけど、まあ、行政は行政で役割を持って何をする、そういうところがいいなと思ってなんか喋るやんな、語りたいんだ、語りたいんだ大丈夫です、よかったよかった、はい、で国先のね、やっぱりいいとこっていうのは、やっぱり自分たちの落とし込んで自分たちも元気になって、やっぱりその行政を含めて市全体を元気にするっていう活動をしていかないかんのかなというふうに思いました。決してですね、自分のところの市をディスってるわけじゃないんですけど、そういうふうに思いました、感覚的に。そうですね、やっぱり空気みたいなものがありましたよね、うん、ありましたね。やっぱり人間ってそこに行かないとわからない空気感ってあるので、まあ、そのただメールとかお電話とかだけではもうその財前課長とのやり取りだけになりますからね。そうですね。でも実際に足を運んでみて、はい、まあ、視聴者とかにも行かせていただいて、そうですね、そうした時に感じる空気みたいなもの、それはやっぱありますよね。ありましたね、うん、やっぱ諦めモードみたいなものが、うん、私たちの周りにはあるような気がして、うんうん、なんて言うんだろう、一生懸命やってるんだけれどうまくいかないから、なんかそれがこうお互いに、うんうん、どっちも諦めてる感じが、ね、行政職員の方も市民に対して諦めモードがあり、うん、市民の方も行政に対して諦めがあるみたいな、そういうのを最近すごく感じるんですよ。財前課長も言ってましたけど、うん、市の人口が減る中でね、なんとか頑張ってる方々に笑顔になってもらいたいっていう、ね、そうですよね、でそういう、こう明るい市にして、うん、少しでも国先に移住定住してもらいたいとかいう思いがあると思うんですけど、そうですね、はい、なのでやっぱり国先やっぱ魅力いっぱいですよね、ああやって。そうです、行政の方がこう寄り添って、うんうん、ああやってね、やってくれると、やっぱりその国先通販にものすごくこう如実に現れてたこととか、うん、あとそのふるさと納税に対するこう市長さんや課長の姿勢、うんうん、それをすごい感じましたよね。感じましたね。もともとこれはないお金で、はい、そしてそのいただけるお金であると、だから頑張るか、まあ、価値甲斐があって、うん、これだけ納税していただくことによってね、やっぱ市が潤うっていう、うん、まあ、そういうお話をされてましたので。そうでしたね、うん、なんかそういう意味でもなんか私たちもその他人事に感じてたふるさと納税がすごく身近に感じましたね、はい、うん、あ、そういうことよねって方は再認識しました。そうですね、はい、今後ですね、はい、まあ、私個人の考えです、これは、うんうん、まあ、行政も私たちも一緒で、うん、やったことに対して評価するのではなく、今後何をしたいかとか何をするかとか、そういうことのビジョンです、ビジョンとかそういうことをもう全体で進めていかないと、今はねなんかこうやったことに対して
要はそのちょっと失敗すると、うん、要はそこをこう握るわけじゃないですか、うん、でも今って日本ってもうあの経済もうダメなんですよね、うん、今後一歩一歩踏み出す時なんですよ、うん、そうすると踏み出せないんですよね、うん、その当然、行政をしっかり見守るところは大事なんですけど、うん、そこばっかり言うんじゃなくて踏み出すことの、うん、あの重要性をもっともっとこう打ち出すような仕組み作り、当然行政じゃだけじゃないですよ、自分たちもやっぱ踏み出しチャレンジしてってやっていかないかじゃないともう日本経済ダメなんですよ。と今まで農業捨てて工業に日本はなってきたわけでしょ。で、まあ、工業自動車産業もうダメで、でもニッチもサッチもいかないんですよね。でその今まで通りの考えをしようとするんですよ。会社組織のものを当てはめて物事を進めていこうとするんですけど、もうそれは無理なんですよ。ちょっと話ずれましたけど、うん、若い方が入ってきて一歩一歩踏み出すような、そこに行政がサポートするとか、うん、サポートしたものに対して自分たちはしっかり自分たちの役割を果たすとか、うん、いうような活動をしていかないとどん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 取り残されると思ってます。そうですね、だから私はやっぱり前に進む力、例えば文豪の市の行政も私たち市民もそうなんですけど、うん、前に進む力だけじゃなくてそれに足を引っ張る力とか、うん、変にこうつついて、うん、そこにエネルギーを削ぐ力っていうのが、うん、やっぱね地元にあるんですよ。そうですよ、うん、地元にあるんですよね。だからその行政職員をうんぬんぐんぬん言うんじゃなくて、はいはい、そうなんですよ、その人たちの仕事量を増やしているのが、うん、市民のどうでもいいツッコミだったりする時もあるんですよね、うんうん、自分それを言いたくて、うん、やっぱきちっと正すとこは正さないかんのですけど、そうです、そこはそうですよね。でもあまり言うとの、そう個人的感情で攻撃する人もいるじゃないですか、うん、私ねそれが一番情けなくって、うん、そのたった一人の意見によってね仕事が滞ったり、その係の方がストレス抱えたりするって、うん、本当エネルギー削いでるし、うん、そうですね、いい仕事できないと思う。いい仕事できないですよね、うん、できないと思う。前に多分進めなくなるんですよ。そうなんです。その失敗を恐れるから、そうで、そういうふうにしてるのはね、もしかしたら市民かもしれないけど、うん、いつも思うんですよ。だから逆に、はい、そのお互いにこう批判したりとかするんじゃなくって、うん、もっと自分たちの地域を良くするためにはね、うん、前に進んでる人を応援していくとか、うん、認める若い人の新しい考え方をちゃんと受け入れるとか、うん、そういうね大人にならないと。そうです、昔は良かったみたいなことを言うのは、はいはい、もう本当にね、だから昔から良かったっていうのはさっき言うようにあの本当に良かった時の社会の仕組み作りであって、今はそれはもう通用しない。やはりみんなと共感して前に進むチャレンジするっていうことをやっていかないと。そうですね、はい、あのチャレンジできないと思います。うん、まあでも そういうこともあの国先に行って、うん、あの皆さん生産者とか、うん、こう笑顔なので、 うまく関係性を持っててるんだなっていうふうに思いましたね。皆さん希望にあふれてましたよね、はいはい、だからその、ね、国先通販でも売ってくれるって、そう、はい、皆さんそれ口揃えてましたよ ね、 ね、送料が、そうですよね、送料無料で売ってくれる、ね、てくれて、だからまるっと入る、こんな市場はないですよ。そう、それとあのあれこんな嬉しいことはないじゃないですか、うん、ふるさと納税もね、はい、返礼品として使ってくれるから、結局その業者さんとか生産者さんにはまるっと入る、はい、あのふるさと納税の仕組みってすごく本当良くて、うん、本当生産者にもきちっと入るんですよ、売り上げればね、はい、うん、なので本当行政が真剣になって、まあ、自分たちもそうですけど、うん、あのきちっと売ればね本当に収益になるんで、うん、まあ、その辺がねやっぱりこう足の引っ張り合いするとそれでもうまくいかなくなるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、その辺が国先はすごく上手やなっていうふうに思いました ね、 ね、なんか、うん、はい、あのちょっと詳しいところは分かんないですけど、それは入ればね、はい、いろいろあると思うんですよ、どこも ね、 そうですね、どこもあると思う、うん、だけどあの確実にね、うん、数字を上げてる、実績上げてるっていうことは事実です。そうですね、はい、そうですね、そこです、やっぱりね、はい、いろいろ言ってもそこですよ、うんうん、じゃんけんしてんのじゃんけんしてんの
なんか本当こう勉強させられたっていうか、うん、そういうふうに思いましたね。そうですね。まあ皆さんの笑顔がとても良かったですね、うん、なんかどこ行っても自分のやっている仕事にもちろん皆さんね、私たちもそう、うん、みんな誇りは持ってますけども、うん、どこ行ってもそのことに語る時の目の輝き、うんうん、いいですよね、うん、本当それを感じました、はい、いい刺激をいただいたということで、私たちもちょっと今後ね、はい、あの自分たちは何ができるかっていうところをしっかりあのやっていきたいと思いますので。そうですね、ビジョンを持って、はいはい、でまあ、今年ですね、去年里山ボックス、ちょっと急に話変わりますけど、里山ボックスやって、まあ、割と好評で、皆さんに本当にありがたくですね、いいお言葉だとかいただいて、まあ、今年をちょっと考えてたんですけど、3ヶ月周期ぐらいの感じで、年間だとやっぱ金額も高くなるし、3ヶ月周期ぐらいの割合の契約で、やっていこうかなというふうに思ってます。でまあ、去年1年やった感じで、うん、やはり里山のものを集めるっていうのも結構なんですかね、まあ、周りが高齢化になっているので、あの負担かけるところもあるので、まあ、今年はその3ヶ月周期で様子を見ながら、うん、あのやっていきたいと思いますので、まあ、はっきりあの詳細決まりましたら、はい、またあの皆様にご連絡しようと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、あとですね、はい、あの2月、うん、あの餅つきしようと思いますんで、はい、はい、まあ、あのコロナ禍にはありますけど、はい、まあ、感染予防をしっかりして、うん、なんか餅つきすごく楽しかったので、そうですよね、みんなとその楽しさも共有できたらいいなと思って。場所は、うん、まあ、その辺も考えます。あ、はい、はい、うん、まあ、駐車場の加減もあるの で、 そうですね、まあ、どこでするかっていうのも、ここはなかなかね、やっぱり来ていただきたいけど、駐車場がね、そうですね、駐車場がなかったりするので、うん、まあ、あの検討しますけど、はい、あの2月、はい、ちょっと餅つきしようかなと思います、はい、1月はちょっともうスケジュールがいっぱいなので、そうですね、バタバタ埋まっちゃいましたね、はい、はい、あのまあ、そういうことで今日はあのまあ、いろいろと福井先に行った振り返りだとか、まあ、自分に置き換えてだとか、今後どうしなきゃいけないんだとか、あの自分なりのちょっと方針だとかいうのも話させていただきました、はい、あの勝手な動画でしたけど、はい、まあ、つぶやき動画だと、はい、まあ、でも本当国先良かったですよ。良かったです、あの市長さんにもね、うん、お会いできておしゃべりできて、うん、あのすごくパワーもいただいて、いや、あの市長さん今度今期でね、ご退任されらず、うん、ということなんですよね、うん、もう公言されてるので、はい、新聞報道もされてるので、はい、ご存知の方もほとんどだと思うんですけど、でも本当その、うん、清々しさも感じましたね。あ、ね、感じました。本当にあのよく頑張られてこられたんだなっていうのが伝わってきました。だからこそ今の国崎市があると思いますので。そうですね、本当市長さんの笑顔が良くて、儲からないといけないっていう考え方、ね、そうですよね、もう本当その通り、うん、そうです、そうです、うん、はい、ということで今日はちょっと花ちゃんがうるさかったですけどやっと落ち着きました、はい、ということであの振り返り動画でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ落ち着いた。今頃静かになりました、うん。